こんにちは、盆栽職人未来のとしです。いや、久しぶりですね。久しぶりですね。久しぶりですね。はい。まあ、それもこれも、松のせいなんです。はい。松も忙しいので、いえいえ、なかなかこう、タイミング合わずに、ちょっとまあ、はい、でも、この月ごとのだけはしっかりやろうということで、はい、で9月からは、まあ、やることはだいぶ増えてくる月ですね。まあ、今回も、いろいろ説明できればなと思います。まず松柏からなんですけども、今これ黒松あるんですけど、芽かきという作業があるんです。まあ、芽切りをして次の芽がこう出てくるんですけども、次の芽が出てきたものが、まあ3芽4芽とか出てきているものを2芽にしたり、まあ、4芽来ているものを3芽にしたりっていうような作業があるんですけど、今ちょっとこれも強いので、強くなっちゃって新芽がちょっと固まってきちゃってるので、やるとなるとまあハサミで切るんですけど、もう少し早い段階だとまだこう柔らかいピンセットが本当取れるぐらいの時に、もうやってる人もいたかなっていう感じで、僕たちはやらないですあんまり。なんで？多すぎる。いや、別にやらなくてもいい。やった方がいいね。やっぱりこう芽かきすると芽数は減るじゃないですか。うん、そうするとまあフルバ取るっていうその後の作業とかも楽になるとかはあるんですけど、まあ本当好みによって、例えばボリュームがある方がいいとか、いや、そのボリュームなくてもいいから芽かきしてちゃんとこう芽を揃えたいっていうのとか、まあ人によって違いもあるんですけど。まあ、一般的な手入れの、まあ、その流れの中では芽かきってものがあります。まあ、例えばこれ見れます。そっちから見る、この芽一枝に対して4つ芽が出てるんですよ。見えますこれ。おこれをもう二芽にしちまおうっていう話です。おお、なるほど、はい、その時なんか どれを切るとかってあるんですか。まあ、例えば、まあ、これとこれ残しちゃうと結構近すぎちゃうんですよね。はいはいはい、これとこれだと、うんうんうん、だ例えばじゃあこれとこれ強いからこれ、ね、切っちゃおう、これ切っちゃおう、強い、そいつ強いんですか。強いです、うん、まあ、これも強いですね。これとこれかな、あれ盆栽と話してる。そうなりたいですね。そうなりたいですね、はい、まあ、これ上の方なんで、はい、木の、うんうん、まあ、どっちにしろ力は集中する場所なんですよ、うん、だからここら辺はまあ二目にしようっていうことで、で特にこの中の強いやつ、うん、これが多分一番弱いですからね。なんでわかるの？一番小さい。ああ、なるほどね。単純に、はい、まあ次、あ、確かに右の2つが硬くて強そう。はいはい、そうなんですよ。太いし、なんでまあでもまあこれとこれを残すってことはまあほぼほぼないです。うんうんうん。でまあこれとこれ残してもまあ生きることは生きるんですけど、うん、まあ近すぎるので、まあ、どちらかというと間を取りたいですよね。うんうん、一番最初は強弱を見て、あとバランスを見て。そいつだったら真ん中の2つを取りましょうかってなるんですか。この2つですか。うん、でもまあそれとそれ弱い、左の2つは弱いから、あ、それとそれ、うん、なるほど、これかこれのペアですかね。あ、なるほど、っていう感じですね。はい、で今2目にするって言ったんですけど、木の下の方は弱い枝もあるんで、弱い枝のところはまあ3目にするとか、無理に芽かきしないとか、うん、今この上の方だったんでもう2目にしちゃえばいいやとはなるんですけど、弱いところはノータッチとかっていうのも全然あります。で、まあ、正面から見て、これまだちゃんと正面が決まってないんですけど、まあ、皆さん持ってる盆栽のを正面から見て、やっぱり2目残すにしても、こういうふうにそっちが正面の下、こういう風に並んでいるかは、こういう風に並んでいる方が綺麗じゃないですか。あ、なるほどね。なんでそういう見た目もこうちょっと気にしながらやっていただく方がいいかなと思います。じゃあ実際に切ってもらってもいいですか。なんで？それ芽かきしない？しない盆栽？え、しないです。しない盆栽。する盆栽ないですか。する盆栽はちょっと見当たんないです。見当たんないですか、はい、あ、そうなんですね。なんでってなりますよね、はい、とまあ方針芽かきをやらない方針っていうのがあるんですか。
まあ、多すぎてやれないっていうのもあるんですけど、うん、他にもう手が回らないっていうのもあるんですけど、うん、あとはまあ割と結構まあボスは多めが好きなんですよね。ボリュームがある方が好きなので、まあ、残しておきたいっていう、うん、で、まあ、実際針金かける時とかにこの目はちょっともうどうしてもいらないとか、うん、そうなったらまあ切ったりはしますけど、なるほど、なんかこう見た目的に豪華な感じが好きっていう。ああ、なるほど、はい、まあ、ここからは臓器もちょっと入ってくるんですけども、心拍五葉松あたりはまあ植え替えはできます。だまあ春みたいに無理にこう根をたくさん落としてっていうよりかはちょっと抑え気味の方がいいかなとは思います。今植え替えた方がいい、今がベストシーズンみたいなのもあるんですか？そうですね、まあ、バラ科はですね、まあ、春に根を詰めすぎちゃうと眼種病かな、まあ、病気になっちゃう可能性があるんですよ、うんうん、でその病原菌が少ない今の時期に植え替えをしてあげるっていう方がどちらかというとその病気のリスクが減らせるっていうので、この時期がまあいいんじゃないかというのはありますね。なるほど。で小白とかは無理になんかこう水抜けが悪いなとかなんかちょっと弱ってんなとかそういうんじゃなかったらしなくてもいいですか？まあ別にそうですね、普通に水が抜けるんだったら別にしなくてもいいと思います。だまあどの時期でもそんな変わんないですけど、ちょっと弱っているようであれば大きめの素焼きに入れるとか、うんうん、特に夏、今年夏めちゃくちゃ暑かったですよね。なんで夏バテっていう可能性もあるんですよ、木自体がもう夏を終えて9月だいぶちょっと涼しくなってきた時期に、あれ水抜けはまあまあ別にいいんだけどなんかあんま乾かないなとか、そういうのはもしかしたら夏バテしちゃってるかもしれないんで、大きめの素焼きに入れるとか普段の水やりを変えてあげるとかっていうふうに工夫してあげた方がいいかなと思います。で臓器なんですけど、これハリツルマサキっていう、ハリツルマサキっていう、ハリツルマサキ、はい、人の名前みたいな、ね、そうね、木なんですけど、なんかアニメキャラにいそう、はい、温暖な地域の木なんですけども、うん、まあ、これ見てわかる、ちょっとまだこう伸びちゃってる新芽が、まあ、こういうのも、今のうちにカットしておいてあげた方がいいかなと思います。ただもうさすがに剥がりはもうできないので、それだけはやめてこういうとこでカットして、やっぱこうもう完成形をこうイメージしながら切るぐらいのいい感じですか？あ、その木が今どの段階にいるかにもよるんですけど、どの段階にいるか、はい、極端な話まだもうピョンって出てるやつと、はいはいはい、ある程度この大きさになってるやつでは、まあ、全く違うじゃないですか、うんうん、もっとこうピョンってなったやつは枝を増やしたりとか、うん、こうやつはまあ、中の方を大切にしながら形を作っていったりとか、まあ、いろんなことを考えながらやるんですけど、まあ、ただこれぐらいになったらもうこういう伸びてるやつはさすがにもう輪郭からあまりにもはみ出てるやつとかはもうカットしちゃって大丈夫ですね、はい。で最後にですね、もう全体的な、まあ、小白と臓器とも合わせてもう全体的なところに行きたいんですけども、肥料ですね、まあ冬、厳しい冬を乗り越えなくちゃいけないんですよ、この子たちも、うん、なんで肥料で今のうちにパワーをつけておきたいんですよね、うん、まあ9月ぐらいからだいたい肥料を置き始める人もが多いかなと思います。夏バテしてる子はどうしたらいいですか？夏バテしてる子はちょっとね、まあ無理にやらなくてもいいかなと思います。ちょっと経過観察して、でそうですね、逆に体調崩しちゃうっていう可能性もあるので、そこら辺は気にしながらやっていただければなと思います。消毒か、消毒もありますね。まだこれはまあずっと春から続いてるものなんで、まだやっぱりこう病気出ちゃう可能性があるんで、消毒は継続してやっていただければなと思います。で最後もう、涼しくなってきたら寒冷紗は外しちゃって大丈夫です。うんうん、やっぱり火は当たってほしいんで、うんうんうん、もうさすがに早焼けしないだろうとか、うんうん、もうさすがに水のペース、普通に仕事してても、まあ、普通に水やりできるペースも戻ってきたろうっていうぐらいであれば無理に寒冷紗はしなくていいので、
やっぱりしっかり日当てて乾く時間があってっていうのが欲しいので、寒冷紗はいらなかったら外してくださいぐらいですかね。ぐらいですか。あ、台風が多いです最近。台風ね。いや僕ね、埼玉出身で、埼玉で、盆栽ってこともあるんですけど、その時に塩害を気をつけてくれって言われたことあるんですよ、台風の後、だけどこっちに来てどうやら塩害ないんじゃないってみんな言うんですよ。ないでしょ。なんで台風、いやそら海のしぶきがかかるとかやったら分かるけど、いやあの風に乗ってやってくるみたいな。雨はちょっと入ってるのかな。え、どういうこと。あのこう海の海水をがちょっと混ざってる的なこと。混ざってないでしょ雨の流れでしょ。雨の中に混ざってないじゃない。いや、それは微量です。雨の方は微量。あの風どちらかというと、あ、まあ海に近かったらそれはあるでしょう、はい、埼玉ってその埼玉は海なし県、海なし県でしょ、はい、大丈夫でしょう。いやでもね、気をつけてくれって言われたんですよ。塩害にだから台風一過の時はもう頭からバーッとしっかり水あげるっていう、あるのかもしれないですね。じゃあ、これ詳しい方いたらコメントをいただけたらと思うんですけど。そうですね。今年夏海行きましたところで。行ってないっす。あ、行ってないですか。行けない。何の話や。僕海行ったんですよ。え、海行ったんですよ。何の話や。それでアロハ来てるわけ今日。いや違うんですよ。これに関してはまた別のエピソードがあるんですけど。あ、それはいいっす、はい、台風ですね。だから、まあその転倒とかはやっぱり怖いですからね。棚から盆栽が落ちてしまうっていうのはやっぱ怖いんで、もう商品もうこれぐらいのサイズのものは全部床に置いて落ちないようにしたりとか、あとはまあ大きいやつはもう縛ってましたね。まあ皆さん何なんか工夫があると思うんで、あのとにかく落ちないように棚から気をつけていただければなと思います。っていう感じで、だいぶ8月に比べると9月に入ってくるとやることも増えてくると思います。で逆に言えば楽しめる時期でもあると思うので、自分の大事な盆栽をですねしっかりこう手入れしてあげて、大事に育ててあげて、でまた冬を乗り越えられるようにしていただければなと、その準備をぜひしてください。9月はあれですか。じゃあやっぱ8月に比べるとこうなんか枯れないかなっていう心配はだいぶ減るんですか。もう俺8月仕事忙しかったし、ずっとそれが心配だったり。まあでも枯れるっていう心配は常にありますよね。一度手を出したらもうほんまやな。いきます、ね、それが楽しいとこやな、はい、それをぜひ楽しんでいただいて、はい、ということで、はい、まあいろいろありますけども、まあ、皆さんも楽しんでぜひやっていただければなと思います。他に質問等ございましたらコメント欄でいただければなと思います。それではまた来月お会いしましょう。バイバイ。